どうも、薩摩3042です。はい、この音を聞いてください。すごいですよね。これケンパーの新しい、バージョンアップね。あのケンパーってケンパー2って出ないんですかという、質問よく、ケンパーの久保山さんがもらうそうなんですが、基本的に、ケンパー2は出ないそうです。あのケンパーステージというね、フロアタイプのは出ましたが、基本どんどん、その持っているケンパーをバージョンアップ、ネットにつないでですね、バージョンアップしていくので、本当に、素晴らしいアンプですよね。で、今回紹介したいのが、ダブルトラッカーというエフェクターです。イコライザーの、セクションに入っています。これね、ダブルトラッカーというのはダブルトラックでですね、同じギターを、右と左にレコーディングすることをダブルトラックというんですが、主に有名なのはもうランディ・ローズが一番こう、まあ、有名といいますかね、ちょっとずれた感じでね。ものすごい厚みを手に入れたというかですね、これもちろんヘッドホンで聞いてくださいね。ヘッドホンで聞いて、初めてね、この効果がすごくわかるというね。右と左であたかもちょっとずれた感じで弾いてるというかね、もう素晴らしい。もうだいぶ進みましたよね。そのダブルトラッカーの使い方なんですが、ルーズネスというつまみがありましてですね、これルーズ、片っぽがちょっとまあ、音符の長さが短かったり長かったりっていうか、そういうちょっと微妙に変えるんですよね、デジタルで。そんなことができるんですよね、すごいですよね。
We'll be right back.